どこでもネスカフェ、ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りする夜のドラマハウス。今週のテーマはシーズン。冷たい雨の光には熱いシャワー。16気まぐれな旅は夜汽車に飛び乗った。パートナーロックが共に歌う、ニキビと薄でも優しく泣いて、見知らぬ街は青春の映画を映し出す。白いマフラーが雪に溶けて、君の親父さんが反対してるからって僕たち結婚できないなんて、俺の一体どこが気に入らないんだ？そうじゃないの。要するに娘を見ず知らずの男に持ってかれちゃうっていうのがそもそも気に入らないらしいの。それは父親のエゴってもんだ。あ、結構俺たちはもう法律的には親の許しがなくったって結婚できる年齢なんだから、この際駆け落ちでも何でもして。ダメよ。私は父一人子一人で育ったのよ。お父さんを悲しませたり裏切ったりすることは絶対にできないわ。私、お父さんが心から喜んでくれるそういう結婚がしたいの。それもそうだよな。よし、これから君の家に行って直談判だ。俺絶対に君の親さん説得してみせるよ。ひろたかって頼もしい。好きよ、好き好き、愛してるわ。ねえ、ちょっとそんなに甘えるなよ。鼻の下が伸びきっちゃうじゃない。ま、心配しないで、このひろたか様に任しときって。ダメだ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 、何が何でも絶対に許さん。 お父様、そんなガミガミ怒鳴らないで。少しはひろたかさんの話も聞いて差し上げて。問答無用。稽古の花婿はわしの眼鏡にかなった男でないと絶対に認めんのじゃ。あの、自分で言うのもなんですが、僕は第二銀行のエリートコースが約束されている小松法政じゃなくて貧困法政、質実合憲、誠実で立派な二枚目半の男です。それに恵子さんを心底愛していますし、恵子さんも僕を愛してくれています。僕は何一つ恵子さんの相手として不足はないと思うんですが。何が愛じゃ。そんなこと言ってたっていずれ浮気したりして恵子を悲しませんのは目に見えておるわい。ひろたかさんに限って浮気なんてことありえないわ。それに私、他の男の人と結婚なんてできないわ。だって私とひろたかさんはもうとっくに。なんだと？今気になる発言をしたが、まさかお前たち手を握ったことがあるなどとは言うまいな。いつも手ぐらいつないでるわ。そんなもんじゃないわ。なな、それではまさか、あの、接吻なんてことはまさか。キスぐらいとっくよね。ちょっと恵子ちゃん。いいの。こんなわからず屋の父親にはあっさり既成事実を言った方が。あら、既成事実。ちょっと二人は頭痛くなっちゃった。二人は接吻以上の、もう、その、何を、お、そうなのか。はい、実はその、もう、すっかり、もう、なんたる乱れな、なんたる破廉恥な、
よくもよめに前の大事な娘を傷者にしてくれたな。もう許さん、断じて許さん。こうなったら第二銀行の頭取に訴えてやる。よしてくださいよ。そんなことしたら僕の将来パーですよ。うるさい。娘の将来をめちゃくちゃにしておきながら、よくもそんな口が冷えたもんだ。お前のような悪党には先祖代々伝わった投げ石の槍で成敗してくれるわ。とあーちょっと待ってくださいよ。んなむちゃくちゃな示談にしましょうよ。示談に慰謝料で済むならそれで穏便に、ね、500万。うん、金か。銀行員的発想だがまあいいだろう。500万ね。そんな広高さん、私はどうなるの？ああ、恵子ちゃん、悪いけど俺やっぱ太刀打ちできないや。ごめん、勘弁。ほんと、最近の若いサラリーマンって腰抜けが多いんだから。でもお金はたくさん持ってるのよね。うん、だからこそ我々の商売が成り立ってるんだ。ありがたいことだよ。お前そうだったわね。でも私たち二人が親子のふりして若い男を騙している詐欺の夫婦だなんて誰も思わないでしょうね。ねえダーリン。夜のドラマハウス、今週の出演、鈴沖博隆、半恵子、畑金次郎。テーマは畑金&YMG のシーズン。そして今日の脚本はサラダ玉子でした。世界中どこでもネスカフェ、ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りした夜のドラマハウスを終わります。